そうですね、まあ、去年初めて8歳に出させていただいて、ちょっと結果は自分の転倒によっていいものではなかったんですけど、まあ、今年こういう、まあ、優勝を狙えるチームで表彰台の常連の、まあ、チームで走らせていただくことになって、まあ、自分自身すごく、まあ、本当に楽しみな気持ちと、まあ、本当しっかりしないといけないなっていう気持ち、まあ、身が引き締まる気持ちなんですけど、まあ、本当に、まあ、今は楽しみが一番強いですね。はい、8体を見てて、まあ、去年までいたハルクプロさんの、まあ、チームで走ってた時に、まあ、何度かこう8体に手伝いに来させていただいたんですけど、まあ、今年一緒に走らせていただくその、まあ、清成選手が、まあ、出た時に、優勝したレースが、まあ、すごく今なんていうんですかね、一番思い今言われて思い出すレースですね。印象に残ってます。はい、実際にテスト重ねて決勝日になってみないとわからないと思うんで、まあ、何とも言えないんですけど、まあ、本当に、まあ、今年は全日本の方も、まあ、今のところ順調には来れてると思うので、まあ、本当に落ち着いて迎えられたらいいなと思ってます。はい、そうですね、まあ、本当にちっちゃい頃から見てきた本当に伝統的というかすごくこう過酷な、まあ、本当にレースですし、やっぱそこで毎年今表彰台に乗ってるチームで走れるっていうのは、まあ、自分にとってすごく光栄ですし、まあ、その中でも本当にアピールしていかなきゃいけないと思っているので、まあ、本当に自分にとって8体は本当今普段のスプリントレースで味わえないような気持ち、辛さもそうですし、まあ、その終わった後の多分そのなんていうんですか、嬉しさとか、まあ、そういうのももっともっと倍増するようなレースだと思っているので、まあ、本当に結果を残して、いい気持ちで終えられたらいいなと思うレースですね。